日頃はファミリーマートをご利用いただきまして誠にありがとうございます。ファミリーマート商品本部の山田と申します。よろしくお願いいたします。本日は皆様に6月の27日火曜日発売の冷やし中華、こちらをおすすめにやってまいりました。夏にぴったりの仕立てにリニューアルをしました冷やし中華と具沢山のミニ冷やし中華、それとこちらのごまだれ冷やし中華に加えて新しい味として中華涼麺ピリ辛ごまスープ、こちらを4アイテムをですね、品揃えをさせていただいております。それでは商品ご説明させていただきます。こちらが今までの冷やし中華になっております。それに対してこちらが6月の27日から発売される夏向けにリニューアルをした冷やし中華になります。まず麺の違いがございます。こちらがリニューアルする前の麺ですね、対してこちらがリニューアルした麺になります。こちらの差はですね、麺の太さが約 0.2 ミリリニューアルした方が細くなってます。わかりますかね。細くすることによって夏になりますとやはり食欲がどうしても減退する可能性がございます。麺を細くすることによってより食べやすく麺をすすることができると思いまして、麺の太さを変えさせていただいております。で次にスープの方も夏用に変えさせていただいてます。リニューアルしたスープ、こちらの方がですねよりですねさっぱりとした味わいになってます。夏ですとどうしてもさっぱりとした味わいを好む傾向にございます。そこでリニューアルする前のスープにプラスをして新たにレモン果汁を加えさせていただいて、より酸度がアップした仕立てにさせていただいております。こちらが冷やし中華の盛り付け例になります。実際はですね皆さんお好きなように、盛り付けをしていただければと思いますが、商品のパッケージに写真が載ってますので、そのように並べていただければより彩りもよく、美味しく食べられるかと思いますので、ぜひおすすめいたします。商品の特徴になりますが、まず弊社の麺はですね3層卵麺と言いまして、3層に分かれた麺を使用しています。外層はもっちりとした食感、内層は芯があったちょっと固めの食感で、よりもちもちしながらも芯のある複雑な食感が楽しめる3層卵麺が特徴になっております。それでは商品ごとの説明をさせていただきます。まずこちらの定番商品です。冷やし中華になります。先ほど申し上げました三層卵麺とさっぱりとした味わいのスープ、それと特徴的なのはこちらのアンデス高原豚のチャーシューですね。こちらを盛り付けたオーソドックスなかつとてもですね人気のある商品になっております。続きましてこちらの具沢山ミニ冷やし中華になります。こちらの特徴はレギュラーサイズとはちょっと違った一回り小さめのサイズになってますので、レギュラーではちょっとお腹いっぱいになるかなというお客様はぜひこちらのミニサイズを召し上がっていただければと思います。特に女性のお客様に人気の商品になってます。チャーシューなんですけれども、こちらはですねよく見ていただくとレギュラーとは違うチャーシューを使っておりますので、ぜひその違いも比べながら召し上がっていただけるとよろしいかと思います。続きまして、こちらです。ごまだれの冷やし中華です。こちらごまだれ味の冷やし中華というのはコンビニエンスストアではなかなかお目にかかれない商品なのかなと思いますが、ファミリーマートではお客様から
支持をいただいておりまして、非常に好評です。やはりごまだれのスープというのは冷やし中華のお店でもよくある商品なんですけれども、なかなかコンビニエンスではなかったものになりますが、ファミリーマートでは夏もきちんとお客様に提供させていただいております。ポイントはこちらの蒸し鶏ですね。この蒸し鶏とごまだれのスープがよく絡み合って非常に美味しい仕立て、濃厚かつさっぱりとした仕立てになっております。そしてこちらがおすすめの中華涼麺ピリ辛ごまスープになります。こちらはですね、少し贅沢な気分になりたいという時にぜひお買い求めいただきたい商品になります。特徴はこちらのエビにこちらの中華クラゲになります。それとこちらの肉そぼろ、こちらをですね、混ぜ合わせていただいてピリ辛ごまスープと一緒に食べていただくと、夏にぴったりのちょっとピリ辛な仕立てになっております。ぜひおすすめの食べ方といたしましては、こちらでは肉そぼろを最初に盛り付けてしまってますけれども、こちらの肉そぼろを、後で乗せるような感じで、食べていただく、先に、肉そぼろがない状態で食べていただいて、その次に肉そぼろを乗せて食べていただくと味が変化しますので、ぜひ、こちらの食べ方をおすすめさせていただきます。以上のラインナップで、ファミリーマート冷やし中華用意させていただいてますので、ぜひ夏にぴったりの味わいになってますので、ファミリーマートご来店の際にはこちらの冷やし中華をよろしくお願いいたします。